シナノ列車。シナノは東海旅客鉄道 JR 東海及び東日本旅客鉄道 JR 東日本が名古屋駅長野駅間を中央本線、下ノ井線、新越本線経由で運行する特別急行列車である。本校では名古屋駅塩尻駅間中央西線で運転されていた優等列車についても記述する。シナノは 1953年に名古屋駅長野駅間で準急列車として運転を開始し、当初は毎日運転の不定期列車であったが、1956年11月に定期列車化された。1959年には新型車両を投入して急行列車に変更され、所要時間も1時間短縮された4時間40分前後になった。1965年頃には、 中央再線でも特急列車を運転しても採算が取れるほどの需要が、あが、急勾配であるために高出力のエンジンを搭載した、機動車の開発が必要なことから、キハ91型が試作されて試験が行われた。結果、高出力特急機動車のキハ181系が、新生投入され、1968年10月から特急列車化された。 1973年5月に中央再線が電化されると7月からは一部の列車に振り子式車両の381系電車が投入されて電車化が開始され1975年3月から全列車が電車で運転されるようになった1995年からは制御付き自然振り子方式の383系電車が投入され 翌1996年12月1日には、長野駅発着の定期列車は383系に統一された。なお本列車は、全 JR の中で最後まで、L 特急を名乗った列車であった。現在、名古屋駅と長野県内の主要停車駅間で、回数券が発売されているほか、JR 東日本管内では、新州特急料金回数券を持っている場合に、 普通車指定席の空席も利用できる。また JR 東海管内でも、品野海水圏、名古屋駅中津川駅間が発売されている。列車名は、長野県の大部分の国名である、品野国が由来となっている。2016年3月26日現在の運行外況は次の通り。定期列車はすべて、名古屋駅長野駅間で13往復。 名古屋初7時の19時台、長野初6時の19時台である。臨時列車では、松本駅発着の列車や大糸線、白馬駅発着の列車が運転されることがある。定期列車の列車番号は、基本的に 1000M5 数である。長野県や岐阜県東部、中央本線中津川駅塩尻駅間と、篠ノ井線区間の山間部を通過するため、山地の局地的な大雨のほか。 冬季は、積雪の影響で遅延することが多い。またそれ以外の時期でも、単線区間の行き違いや、潮尻駅での中央東線からの列車の接続待ちなどの影響により、数分の遅れが発生することが日常化している。なお、本列車分のみならず、追い越しなどの関係で、大雨や積雪などとは直接の関係がない、名古屋地区での中央線の快速列車と普通列車や、 タジミ駅で接続するタイタ線の列車、さらにはかつて大阪駅直通だった9号16号の場合は乗り入れ先の西日本旅客鉄道、JR 西日本アーバンネットワーク各線にまでもその遅れの余波が及ぶことが多かった。2016年3月26日のダイヤ改正に伴い利用が低迷していた大阪駅発着の列車の名古屋伊勢が廃止されて全列車が 名古屋駅長野駅間の運転になり、これにより旅客3車を直通する中高列車は消滅し、主な理由としては名古屋で東海道新幹線に乗り換える客の増加が挙げられる。名古屋駅、金山駅、千草駅、田地見駅、江奈駅、中津川駅、渚駅から、上松駅、木曽福島駅、潮尻駅、松本駅、赤品駅から、西高原駅、篠野井駅、長野駅、金山駅、 下り21から25号、上り2号が停車。恵奈駅、下り3.1325号、上り2.1224号が停車。渚駅、下り1.717.25号、上り2.16から20号が停車。上松駅、下り1.25号、上り2.24号が停車。赤品駅、下り1.1519.23号。 上り2.624.26号が停車。西高原駅、下り21号、上り4号のみ停車。白馬駅発着列車、臨時列車名古屋駅、筑草駅、田地見駅、中津川駅、基礎福島駅、潮尻駅、松本駅、豊島駅、穂高駅、品野大町駅、上白駅、白馬駅。中央再線を中心に急曲線が多いことから、 制御付き自然振り子式車両の383系、電車、JR 東海新両車両区所属が使用されている。かつて運行されていた大阪駅発着の列車では、東海道本線内において、振り子式車両の運転が少なく、振り子式車両の車体傾斜に対応した河川の張り方ではないため、台車の振り子機能は使われなかった。JR 西日本管轄区間では、 新快速などとともに、時速 130km 運転を行っており、また同社が運転する車両で唯一、左手ワンハンドル式マスコンの車両だった。383軽電車は1995年から使用されており、6両編成での運転が基本で、長野方先頭車は、非貫通、パノラマ型のグリーン車となっている。利用状況に応じて増結されることがあるが、 増結用編成は、長野方先頭車が貫通型グリーン車の4両編成と普通車のみで、長野方先頭車が貫通型の2両編成の2種類があり、最大10両編成で運転される。基本編成との走行距離の均一化を図るため、増結用編成のみ4両プラス2両の定期運用も組まれている。臨時列車には、増欠用の4両編成のみの運用もあるが、 二両編成単独で使用されることはなく、どの列車にもグリーン車が最低一両組み込まれている。383系を使用する列車は、ワイドビューシナノと案内、報道されることが多いが、これは、ワイドビュー型車両を使用するシナノ号の意を表す、通称であって、列車名は、ワイドビューシナノ、または単に、シナノと表記、呼称するのが正しく、これは、他の、 ワイドビューの通称を持つ列車についても同様である。いずれの編成も名古屋方線当社は貫通型の普通車である。特急列車化された1968年にキハ181軽機動車が投入され、1973年に中央再線中津川駅塩尻駅間が電化されたことにより381軽電車の運用も開始し、 1975年までは基ハ181系と381系の両方が使用されていた。181系は、食堂車が連結された重量編成で、電車運転を行う381系と、サービス面で格差があったが、1975年に、全列車が381系に統一された。その後、1995年に383系が、 導入されて、以降は381系への運用を減らし、1996年には臨時列車のみに使用されることになった。2008年5月に臨時列車における381系の運用も終了し、381系、品野は35年の歴史に終止符を打った。赤倉、赤倉は1962年に基礎の一往復と浅間を結ぶ形で、 名古屋駅新潟駅間を急行列車として運行を開始した。登場時では5本目の急行列車であった。運行区間が名古屋駅長野駅新潟駅間と北陸本線及び東海道本線上越線経由よりショートカットとなるため他の中央再線急行群とは異なる異彩な位置、往復として存在した。しかし、 1973年の運行区間全区間、電化完成時165系が区面できなかったため、電車化ができず、全区間化線化でのディーゼル急行としても著名な列車となった。電車化したのは1982年のことで、赤倉以外すでに中央再線の優等列車は、L 特急、品野化されており、1985年に名古屋駅松本駅間を廃止、 以降、南越後、南越後の総称名称で、長野駅新潟駅間の急行として運行された。列車名は、新潟県明光市の赤倉温泉が由来となっている。くびきや、列車新越本線長野井北遊等列車遠隔も、参照。中央再選で、最初の優等列車として、1947年6月に、名古屋駅松本駅間で運転を開始した。 準急列車である。夜行列車として設定され、ビジネス客や観光客からの人気が高く、1958年から1961年にかけて増発されている。増発分の列車は1962年までに赤倉や木曽駒、御嶽に分離されて、一往復のまま1966年に急行列車化された。1968年10月に、 中央再線の急行列車の統一により、基礎に統合されて一挙に7.5往復にまで増加した。1972年からは、下り列車の一部が、直越駅まで普通列車として、直通運転が行われ、1973年に、名古屋駅、塩尻駅間の電化が完成すると、基礎の削減が始まり、 1982年11月には1.5往復にまで減少して1985年3月に廃止された。1998年開催の長野オリンピックに合わせ1往復運転された。列車名は長野県南西部の基礎地域が由来となっている。基礎駒は基礎地域から長野市への利用客の不便を解消するために、 運転を開始した列車で1962年12月に、準急列車として運転を開始した。当初は下り列車のみであったが、1966年3月に急行列車化され、同年10月から1年間は、上り列車も運転されていた。1968年10月に、中央再選の急行列車の統一により、基礎に統合された。列車名は、 基礎山脈、中央アルプスの最高峰である基礎駒ヶ岳の通称から。津菅池は、名古屋と大糸線沿線を結ぶ不定期列車として1966年10月に、名古屋駅品の森上駅間で運転を開始。1968年10月に、中央再線の急行列車の統一により、基礎に統合されたが、菅池の人気は高く1970年7月に、 再び、名古屋駅南小谷駅間で不定期列車であるが、津賀池一往復が運転開始で、翌年1971年に和に往復に増発された。1973年に津賀池の一往復に165系を投入して、定期列車化され、グリーン車も連結されるようになったものの、1982年11月に廃止された。 列車名は、長野県北安住郡小谷村に広がる、賀池高原が由来となっている。名古屋駅長野駅間で1961年10月から1966年3月まで運転されていた、急行列車で、1961年10月に、品野の姉妹列車として運転されていた。1963年10月に、品野に統合されて廃止。名称は、 新越本線系統の急行列車に転用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。